ボクシング界で注目を集める神童カーメル・モートン米国が鮮烈なプロデビューを飾った。現地9月30日に行われたスーパーフェザー級4回戦でエゼキエル・フローレス米国を1回 TKO で撃破した。動画、異例のデビュー戦で鮮烈 TKO。17歳の神童モートンの猛ラッシュ。異例の初陣だった。舞台となったのは、 現地9月30日に米ラスベガスの T モバイルアリーナで行われた興行のメインイベント直後の一戦だ。この日、メインマッチでは世界4団体統一スーパーミドル級タイトル戦で、WBA&WBO スーパー、WBC、IBF 世界同級統一王者のカネロ・コトサウル・アルバレス、メキシコが、WBA&WBO スーパー、WBC、 IBF 世界スーパーウェルター級王者ジャーメルチャーロ、米国、と対戦。男子ボクシング史上初となる現四冠王者同士のメガマッチが組まれた。そんな主玉の対戦の余韻が残るリング27歳は経った。相手となったフローレスはキャリア4戦ながら無敗にして 3KO を誇る実力派。だが、元世界5階級王者フロイド・メイウェザー・ジュニア、米国、 が、彼は偉大になる運命なんだ、と太鼓板を押すモートンは、さすがのポテンシャルを披露。初回にダウンを奪うと、直後に高速ラッシュで畳みかけて TKO 勝ちを収めた。現地メディアでも、メイウェザーのまな弟子、として注目を集めた振動モートン。プロデビュー戦で全米アマチュア王座18度の才能を見せつけた17歳は、まさに余裕しゃくしゃく。 試合後には自信をみなぎらせた。メインマッチでカネロに敗れたチャーロの後に会見場に登場したモートンは、米スポーツ専門局 ESPN なども中継した場で、WBC&WBO 世界スーパーバンタム級2団体統一王者である井上直也、大橋、野名を口にし、自らの野心をぶち上げた。井上は間違いなく良い選手、技術があって、 早いし、何よりも強い。ただ、僕は彼よりもずっと大きく、ずっと優れた選手になれると思ってる。挑発的とも取れるが、この発言には理由がある。それは試合前に世界ライト級の会話ンシャクールスティーブンソン、米国、が、スタイルは井上に似ているかもしれない、とモートンについて語っていたからだった。そんな同胞スターの発言を記者から問われたため、 モートンは井上について論じたわけである。いずれにしろ、さすがはメイウェザーのマナ弟子といったところだろう。デビュー戦後にキャリア25戦無敗 22KO を誇る、モンスターを超えると断言するあたりに、師匠譲りのビッグマウスぶりが感じられる。まだまだ伸びしろたっぷりの若き逸材がここからどう飛躍していくかは実に興味深い。あや、構成、ここからネクスト編集部。